1億3000万人が選ぶワンピース名台詞ベスト10。まずは10位から7位。第10位、医者になる涙の決意。金は3割に。ルフィたちの頼れる戦意トニートニーチョッパー。悪魔の実を食べたためみんなに嫌われていた。しかしそんなチョッパーを唯一救ってくれたのが医者のヒルルク。チョッパーはヒルルクを心から慕うように。イエローチョッパー。ところが、教えてやるよ、お前は10日後の午後5時死ぬ、楽になれる。10日、俺が消えても俺の夢は叶う。まったくいい人生だった。死にゆくヒルルクに何もしてやれなかったチョッパー。この時医者を志すことを固く誓う。お願いします。俺に医者を、俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。国だって治せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。第9位、本当に大事なものを教えた名台詞。ルフィの住む村によく遊びに来ていた大酒飲みで陽気な海賊シャンクス。ジュース飲めよ。わー、ありがとう。ほーらガキだ。ある日ルフィが凶暴な海王類に襲われた時のこと。おい、泣くなよ、男だろ。だって、ヤクス、腕が。安いもんな、腕の一本くらい。無事でよかった。腕を失ってでも仲間を救ったシャンクスの精神はルフィの心にしっかりと受け継がれている。いつかきっと返しに来い。第8位、クソかっこいい感謝の言葉。先ほどは麦わら海賊団の料理人サンジ。お姫様、うわー、ありがとう。身寄りのないサンジはオーナーゼフに引き取られ料理を教わった。しかしゼフに反発してばかり。聞いてりゃ言いたい放題言ってくれんじゃねえか、クソジジイ。文句は言わせねえ。もともと俺はガキが嫌いなんだ。上等だよ、クソジジイ。せいぜい余生楽しめよ。そして訪れたゼフとの別れ。いいのか挨拶。いいんだ。サンジ、風邪ひくなよ。オーナーゼーン、長い間クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。第7位、返事のない別れの言葉。あることはある。アラバスタ王国の王女ビビ。王国を支配しようとしていたクロコダイルから国を守るためルフィたちと共に戦っていた。今町が砂嵐に襲われてる。この国の人たちは誰も悪くないのに。左腕の、いつしかそこに固い絆が芽生えたのを感じ始めていたビビ。そして王国に平和が訪れるとルフィたちとの別れの時が。ビビ、ほらって。ビビちゃん、
ビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。私は私はこれでよしって。私はここに残るけど仲間の印だ。見つからない。もう一度仲間と呼んでくれますか。3000万人が選ぶワンピース名台詞ベスト10、6位から4位。第6位、命よりもプライドを選んだ名台詞。何の蹴りもつけてねえから。ルフィが最初に仲間にした剣士ロロノア・ゾロ。旅を始めて間もない頃、世界最強の剣士ミホークと出会う。暇なんだろう。勝負しようぜ。戦いを挑むゾロ。三刀流奥義。完全。しかし、そこには圧倒的な力の差が。俺が負けるなんて考えたこともなかった。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。生き急ぐな若き力よ。第5位、別れる仲間からの奇跡の言葉。過酷な旅で激しく傷ついてしまったルフィたちの船、ゴーイングメリーゴー。メリー、海面は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ついにメリー号との別れを決意したルフィたち。俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。共に旅をした思い出が蘇る。その時。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ずっと一緒に冒険したかった。メリー！今まで大切にしてくれて、どうもありがとう。僕は本当に幸せだった。世界一乱暴な勧誘の言葉。チョッパーを気に入り仲間に誘うルフィ。もう声もしないし、行ってしまったみたいだな、あいつら。おい、トナカイ！嘘！あいつらまだ俺を探してる。しかしチョッパーは。おい、お前一緒に海賊やろうな。無理だよ。だって俺はトナカイだ。角だってひづめだってあるし、青っぱなだし。俺は人間の仲間でもないんだぞ、化け物だし。俺なんかお前たちの仲間にはなれねえよ。だからお礼を。お前たちには感謝してるんだ。誘ってくれてありがとう。
山田さん、気が向いたらここへ。うっせぇ、行こう。うるせえって勧誘があるかよ。1億3000万人が選ぶワンピース名台詞ベスト10、ベスト3の発表。第3位、あふれ出てきた本当の気持ち。その特殊な能力から幼くして高額な懸賞金をかけられていたニコ・ロビン。ご飯の前にあんたにお客さん。え、ごめんね。常に人から狙われ、たった一人で生きてきた。やがてルフィたちと出会い、仲間になるロビン。しかし世界政府に捕らえられてしまう。その攻撃が気を許せる仲間たちに向けられた。そんなロビンを助けに来たルフィたち。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが一番怖いの。だから助けに来てほしくもなかった。私は今ここで死にたい。仲間を救うためルフィは世界政府に宣戦布告。まさか。正気覚様ら、全世界を敵に回して生きられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだ前の口から聞いてね。行きたいと言え。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。第2位、初めて仲間に出した SOS。 ルフィが信頼を置く航海士ナミ。お互いの目的のために。故郷の村を救うために海賊アーロンの一味に加わり、体を張ってお金を稼ぐ日々。ところが、ボッシャーだ、盗品をさせ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。お前が海軍に私のお金を。そりゃ不運だった。アーロンに騙され全て奪われてしまった。なんか手伝うか。まだここにいたの。あんたには関係ない。さっさと島から出てって。今までは誰にも助けを求めずに全て一人で抱え込んできたナミ。しかしもはや限界だった。ルフィ、島から出てけって言ったでしょ。あ、言われた。出てけ。ルフィ、そして第1位は、兄が最後に伝えたかったこと。思いのままに生き、海賊王ゴールドロジャーの息子ポートガス D エース。ゴールドロジャーにもし子供がいたら打ち首だ。生まれてきてそれまで。自分は生まれてきてよかったのか。エースは孤独だった。そんなエースも幼少期をルフィと共に過ごし、やがて信頼できる仲間白ひげ海賊団と出会う。しかし海軍に捕らえられ処刑されることに。すると仲間たちが駆けつけ全面戦争が勃発。
そしてついにエースの救出に成功。危険と麦わらを処刑しろ。おめえらの相手はこの俺一人だ。しかしルフィ、俺がこれから言うことを後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。